シャックです。マッツです。今日のテーマはウィザードの歴史後編。聞いた、もう全く知らない。ついに最終回、ダンダンダンダダン。中編ではね、ウィザーズがなぜジョー・ウォールという男にそこまでかけたのかっていう話をしてきました。熱い話やったね。そして今日はそのウォールが入ってくる前のね、ウィザーズどんな感じだったのかっていうについて話そうかなと思います。この90年後半のブレッツ時代から始まって、もうワシントンじゃないのか、そもそも。そう、ね、ワシントンじゃウィザーズか。ウィザーズではない。ジョーダンがウィザーズに復帰したあたりからね、より色濃くやっていきたいと思うんで、今日も最後まで皆さんお楽しみいただいて、高評価ボタンポチッとポチッと押していただいて、またのチャンネル登録いただけると僕らのモチベーションにもなるので嬉しいです。嬉しいです。それでは行きましょう。実はさ、ワシントンウィザーズっていう名前に変わったのは、1997年から。俺も NBA ライブの時このロゴやったわ。あ、ほんまに。だから比較的やっぱ最近なわけよ。そうなんやね。それまではワシントンブレッツっていう名前で、ブレッツっていうのがその弾丸っていう意味らしくて。全然弾丸感ないやロゴ。ただその弾丸っていうところでその銃犯罪を連想させてしまうっていうところから、あ、ウィザーズに名前が変わった。時代背景の影響を受けたんやね。そうそうそう。実はワシントンウィザーズって1961年にチームできてんねんけど、うん、そっからなんと今まで6回もチーム名変わってるから。忙しいね。そう、めちゃめちゃ忙しいチームで。そんな90年代後半のワシントンはもう毎回プレーオフからは遠ざかってるようなチームで、あ、もうこの時も弱いチーム、めちゃめちゃ弱い。なんと90年代でプレーオフ出れたんで1回だけ。奇跡の1回やん。奇跡の1回。この時も映ってるこのロッド・ストリックランドっていいポイントガードがいたりとか、楽しみなチームであってんけども、唯一出れた1997年のプレーオフでは1回戦でブルーズ相手にスイープ敗退。この時は本人もウィザーズ行くとは思ってもないやろうね。ほんまやな。その後チームはすごい楽しみな若手が多くて、未来は感じんねんけども、でプレーオフまで勝ち上がるっていう力はなかった、うん、ただその楽しみな若手で言うと、例えば2004年にピストンで優勝した時のダブルウォレスやねんけど、はい、好きよここ。だから彼らのキャリアは実はこのブレッツから始まってるから。あ、いたの。そうやね。あ、そうなん。ラシード・ウォレスは1995年1巡目4位で入ってて、なんちゅうポーズしてんの。リバウンドやな多分。そしてベン・ウォレスはドラフト外で1996-97シーズンにやってきた。貴重な写真が手で隠れてもうてんね。髪型とかがこのアフロじゃないっていうところもちょっと懐かしい。まあね、ちょっと初期のコービー的なね、若干な。しかもクリス・ウェバーも実はブレッツ時代にいたわけよ。優秀な人いっぱいいるやん。そう、94-95にウォリアーズからトレードでやってきて、クリス・ウェバーなんかはこのワシントン時代にオールスターもやってるから。そしてさっきこのダブルウォレスの優勝した話したけど、しましたよ。実はこの映ってるリチャード・ハミルトンも最初ワシントン。ええ人いっぱいいたやん。そうやね。でこのハミルトンなんかは1999年1巡目7位でワシントンにドラフトかかってる。おー、若いね。この時はイースト最下位ってわけではないんけど、大体、うん、順位的に言うと10位前後行ったり来たりしてるみたいな感じ。なんとも言えんの。なんとも言えん、ちょっと中途半端な感じだった。そしてそんなワシントン・ウィザーズに大きな転機がやってくるのは2000年、うん、マイケル・ジョーダンがウィザーズの共同オーナーに就任。うわ、来ました。実はジョーダンはその前も他のチームのオーナーになるみたいな話もあってんけど、うん、それがうまくいかずウィザーズの共同オーナーにこのタイミングで就任した。よかったね、来てくれて。ただこの頃のウィザーズはシーズン20勝未満のめちゃめちゃ弱小チームで、あら、そんなとこオーナーいいの。ほんまに勝てへんかったわけよ。ただその勝てなかったことが功を奏して、2001年のシーズンではなんとドラフト1位指名権を獲得。もう誰でも取れるかな。そうやね。しかもこの時はウィザーズインサイドがすごい弱くて、うん、ビッグマンを探してたんけど、この時のドラフトってこれからが楽しみなビッグマンでめちゃめちゃ揃ったわけよ。じゃあ選び放題やん。そう、例えばコービーと2回優勝したパウ・ガソルがいたりとか、いいのいた。2011年優勝したタイソン・チャンドラーがいたりとか。わー、この時キレッキレよ。そう、このチャンドラーだって3度のオールディフェンシブチーム、そして1回のディフェンシブプレイヤーオブザイヤー、選手ですっていう、ほんまに楽しみな選手がいて、そしてジョーダンも最初の指名やった。あー、ドキドキや。指名されたいわ。え、そうやろ。じゃあ誰行くんかっていう話があったわけよ。そしてそこで指名したのがクワミ・ブラウン。うわー、なんかいろいろ今全部思い出したわ。繋がった。サーンでデスノート触った時みたいな全部思い出した。このブラウンは NBA 史上初の高卒ドラフトナンバーワン選手だった。ここがピークの時でしょ。ピークやった。残念ながら彼は活躍できんかったんけど、ただ高校時代は1試合20ポイント13リバウンド 5.8 ブロックってモンスタープレイヤー。それは期待してまうな。そう、ただ残念ながら先に結論を言うと完全なバストになってしまった。なんでこれ取ったんやっていう話やねんけど、どうやらジョーダンはこのクワミ・ブラウンを指名した後に彼をアセットで
オールスター選手をトレードを狙ってたみたい。そうなん。そう。せやのにあんなニコニコしながら撮ってたの。怖ない。腹の内では何考えてるのかという話も実は言われてて、でそのジョーダンが実はそのブラウンアセットを狙ったんちゃうかって言われた選手が当時ブルーズにいたパワーフォワードエルトン・ブランド。この時もイケイケ。イケイケ。ほう。ブランドも1999年1位の指名で毎試合20ポイント10リバウンドを記録してくれた正統派パワーフォワードっていう感じの選手。ジョーダンとしてはブランドを狙ってんけど、うん、他のオーナーがブランを残すことに賛成をして、ああまあ共同やからね。そうやね。なかなかここがうまくいかずブランを残すことになった。ただやっぱチームとしては勝てないんで、うん、このタイミングでジョーダンも現役復帰。むちゃくちゃイライラしたんやろな、もう俺行くわ。絶対そうやと思う。ジョーダンなんかも復帰シーズン早々1試合平均 23.9 ポイントの活躍。すげえ他のオーナー喜んだやろ。行け行けみたいな。ナンバーオフショーで。ただ、さ年齢もあって怪我もあったりとか60試合にとどまってしまってチームとしてはまた10位でプレーオフを逃しもまませやな。そしてジョーダンはその翌年もチームを引っ張ったわけやねんけども、相変わらず怒ってるよ。これ怒られてんのがティロン・ルーやな。今ではいい監督になりましたよ、若かりし頃の。ただその2002-2003シーズンも前年と同じイースト10位になってもらう。あ悔しいね。指名したクワミ・ブラウンも全く戦力にならへんかった。だからトレード出したかったんやって思いながらめっちゃ怒ってんのやろな。いや怒ってるし、だからクワミ・ブラウンとしては今もこれに対してやっぱずっと不満持ってみたい。あそんな言わんといてやみたいな。そう、ジョーダンは俺に対して必要以上にこう当たってきたという。そんぐらい期待されてたってことやけどね。ただなかなかその高卒っていうのがまだそのメンタルとか揃ってなかったっていうのもあるかもしれない。早かったなやっぱ。でジョーダンはこのシーズンも39歳やねんけど、うん、ただレギュラーシーズン全試合出たから。すごいね、レブロンみたいやね今の。そう、82試合やばいや。むしろレブロンよりやばいかもしれない。あおっちゃんもな、年齢が。そうで、その中で1試合平均20点叩き出したから。レブロンはもっと見せてくれるかもしれんな、こういうの見ると。いやほんまやな。ただこのタイミングでついにジョーダンが引退。あら再びね。ジョーダン復帰してからウィザーズ復活っていうこのサクセスストーリーには繋がらなかった。そこまでやっぱ合わないな NBA。 合わなかった。そしてそのジョーダンの次チームの核として期待されたのがジェリー・スタックハウス。おスタックハウス来ました。このスタックハウスも一時は本当にネクストジョーダンって言われたぐらいスコアリングマシンやった。世の中にはネクストジョーダンがいっぱいおるの。めちゃめちゃいるな。この時のネクストジョーダン候補で言えばスタックハウス、グラントヒル、ペニー・ハードウェイとか。すでに3人もおる。3人に名を連ねる選手でもあったわけよ。このスタックハウスは2003-2004シーズンは怪我でなんと26試合しか出れなかった。怪我かい。そしてこのシーズンの終わりスタックハウスをマーベリックスでトレードした。あ行っちゃったよ。ついにウィザーズとしては完全に核を失った状態。ただこのシーズン終わりに FA でやってくる選手がウィザーズをちょっとずつ変えていくことになる。誰が来ますか。ギルバート・アリナス。エージェントゼロかっこいいよ。来ましたね。お前の出場時間はゼロだって学生時代言われたからゼロ番をつけてるわけやねん。いいね、それ言ったん俺ってずっと先生言ってると思う。そうやね。アリーナスは実はその前ウォリアーズ MIP にもなって、なんで来たんぐらいイケイケやもん。そう、 FA でいい契約を求めてもウィザーズにやってきた。ありがたいね。アリーナスといえばもうありえないぐらいの得点を取りまくるポイントガードで、スコアリングポイントガードのこう先駆けみたいな存在だった。当時はガードはゲームメイクだみたいな。そう、ガードはもうディフェンスとアシスト中心っていうところから1試合も20ポイント叩き出すっていうポイントガードになかなかおらんかったわけ。アイバーソンの走りや。まさにそうとも言える。そんなアリーナスがやってきて、そしてそのタイミングでフォワードではアントワン・ジェイミソンも新しくトレードで獲得できた。ようこそ。でこれアントワン・ジェイミソンもフォワードやねんけども、中はもちろん外からもマルチに得点できるっていうタイプの選手で、なんか次世代な感じの2人が来たね。あと本当にこう今の NBA でも全然通用するような選手。しかもこのジェイミソンもマブスの時はシックスマン賞を取ったりとか。ああいけいけやん。そうよね。そして元々チームにいたガードのラリー・ヒューズも1試合20点ぐらい取れる選手まで成長し、もういいね追いついてきたよ。そんな新しいチームになったウィザーズは2005年は久しぶりのプレーオフに進出。お久々。ちなみに前回出れた1997年や。開いたね。めちゃめちゃ間開いたわけよ。ファンも感覚忘れてるよ。プレーオフの盛り上がりな。しかもこんなウィザーズは1回戦でブルズを4勝2敗で破って2回戦行くから。行った。2回戦では残念ながらウェイド、シャック率いるヒートに負けてはしまってん。あいけいけん時は無理だ。これから楽しみになってくるっていうのは間違いなかった。この時のねウィザーズのバスケはめっちゃ楽しかった、ね、テンポがめちゃめちゃ速いよ。パンパンパン行くの。そうアップテンポ。しかもスリーもガンガン打っていくっていうね。じゃあ
しんどいね、追いつくのね。だから今で言うちょっと放熱っぽい感じのバスケ、派手さがあってな。そう、そしてその後ヒューズはキャブスに移籍してんけども、その代わりにフォワードのキャロン・バトラーを獲得した。強そうやね。バトラーももともとディフェンス型の選手やねんけど、毎シーズンオフェンス力磨いて2回オールスターになった選手。肘から顔出てるんやってるもんね、写真。これでアリーナス、ジェイミソン、バトラーのビッグ3体制に入ってくるんけど、いいじゃん。めちゃめちゃええよ。ちょっと悪い感じでね。あ、ほんまにさ、殴りがちで勝つスタイル。あ、いいな、おもろいな、見てて。そう、点取られるけどその分取り返すっていう。おう、だから昔からウィザーズ見てた方は、実はこの3人の時のウィザーズが一番おもろいっていう方もいると思う。あ、ずっと見てる人が。そうか、そうっていうぐらいほんまに面白かった。ただ最終的にはこの3人も結果につながらんかったっていう話。なんでなんや。翌2006-2007シーズンはアリーナスが左膝半月板損傷の大怪我でシーズンアウト。そしてその後バトラーも右手を骨折してシーズンアウト。写真的には痛そうじゃないけど顔は痛そうやな。なんとかプレーオフには行くねんけど。あ、でも怖い人いるやん、ここに。そう、プレーオフではこのレブロンを率いるキャブスにスイープで敗退。ひー、若えのはすげえなーって感じやろな、この時。ジェイミソン一人で頑張ったから、もうこれもう圧倒的な戦力の差があった。そしてその翌年もアリーナスは怪我で満足のプレーすることできなくて、しれーって9番になるのよね。結果2009-2010のシーズン後にジェイミソン・バトラーが移籍して、このビッグスルーは解散。あかんかったな。あかんかった。そしてもっと最悪なのはアリーナスとの大型契約してもうた。そう、なんと2008年のタイミングでアリーナスと6年111ミリオンの超大型延長契約をした。この頃からウィザーズは男気くるからね。せやな。ただ実際にそっから怪我が相次いで、もうまともに試合出れたんはもう何試合しかないぐらい。ジョン・ウォールの後やから同じような感じやね、ほんと。そうやね。しかもそっからまさにそこ同じような歴史に繋がってしまう、うん、しかもアリーナスは怪我以外には素行面でもめちゃめちゃ問題になることがある。アリーナスと同じチームメイトジャバリス・クリテンドンはトランプの賭けのいざこざで、お互いが拳銃をロッカールームに持ち込むっていうところまで発展してもらった。恐ろしいことが起きてんな。恐ろしい。これで2人とも、特にアリーナスはもうリーグからシーズン出るなとっていうような、そこ面でも問題になり始めた。結果このシーズンウィザーズは26勝56敗っていう。ただその負けまくったことが功を奏して、2010年にドラフトナンバーワン指名権をゲット、そして翌年ジョン・ウォールを獲得するっていうところまで繋がった。おー、1-1。ここまでが1990年後半からウォール加入までの話。ちなみにちょっと今の話にすんねんけど、戻ってきた今に。監督はこのウェス・アンセルド・ジュニアがやってんの。ジュニア、そのお父さんウェス・アンセルドは当時ブレッツやったけども伝説的な選手だった。それがセンターのウェス・アンセルドで、13シーズンウィザーズ一筋でやり続けたもレジェンド中のレジェンド、ね、昨シーズンのさ75周年の選手にもなってる。ありがとう。このウェス・アンセルドといえばゴール下のリバウンドがめちゃめちゃ強くて、ゴリみたいなもんね。なんと1年目からさ1試合平均 18.2 リバウンド、すごい。当時最強センターだったチェンバレンに次いでリバウンド記録は2。チェンバレンはすごすぎたね。ちょっとあの人はまあ、しかも1年目の1968-69シーズンから新人王 MVP を両取り。すごいね、癖のあるシャツ着てるね。そして1977-78シーズンにはファイナルでスーパーソニックスを4勝3敗で破って、見事チームの初優勝にも貢献。おー、ボケボケでも髪型でわかるね、どこにいるか。センターに映ってあるけど、そんな今の監督のお父さんっていうのは実は今のワシントンを作った父とも言える存在。息子次優勝してほしいね。いやー、ほんまやな。いつになるか分からんけど、長めやと思う。そしてウェス・アンセルドが実際選手引退してからはずっとプレーオフ出れても1回戦敗退でここまで来た。すごすぎたんやな。やばすぎた。90年後半とかジョーダンの話に繋がっていくっていうのが後編のまとめです。以上、ここまでウィザーズの歴史3部作やってきました。最後の無表情の八村さんいいね。せやな。素人 NBA。 あなたはこのウィザーズ歴史後編の中で特にね印象深く残ったことは何ですか？ぜひコメント欄でいろんな意見聞かせてください。コメントお待ちしてます。今 NBA オフシーズンですけども、僕たちは明日以降皆さん楽しんでいただける NBA 動画どんどん出していくんで、まだチャンネル登録されてない方はこの動画を見てすぐにチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。メンバーシップでは月1本 NFL にたまらないワクワクする動画出してるんで、周りよりも NBA 詳しくなりたいっていう方で、ね、全メンバーシップお待ちしてます。 NBA オタクになりませんか？なりましょう。サブチャンネルでは毎週日曜日通勤動画ねアップしてるんで、そちらもチャンネル登録して待っててください。見に行ってね。SNS は Twitter、Instagram、TikTok、Note、ハメログ、僕が情報更新してるんで、そちらもフォローよろしくお願いします。概要欄にリンクあります。見てください。そして最後に、おもこめ！おもこめ！今日のおもこめは何？今日はですね、前回やりました、ボヤン・ボグダノビッチのトレードの狙いについて語る。ボヤン
タクヤさん。タクヤン。レイカーズのトレード噂がどんどん否定されていく。全く発生しないレイカーズのトレード噂で誰が流してんの？俺じゃ言って出しやついるかもしれんで。でもレイカーズ側の中の人間やと思う。いけ言って。全く現実にならないトレードです。飛ばせ。こんな感じで毎回いろんなおもろいコメント出してるんで、今後もおもこに書いていただけると嬉しいです。嬉しいです。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。全3部作見てね。見てくれた方ありがとう。